こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。いやー、怒涛の5日間ねだった。無事終わりました。この忙しい5日間。え、大阪の選挙か。え、マジで嘘。ありがとうございます。6選出たの。ありがとう、嬉しい。楽しみにしてるね。嬉しすぎる。それは。こんばんは。そう、弾丸で徳島帰ってきた。帰ってきました。マジでなかなか移動がね、どうしてもこの5日間何が大変って移動が多かったからね。移動で結構やられましたね。ありがとう、おつみんです。楽しかった徳島駅様。いや、本当に移動ってね、嬉しい、ありがとう。移動ね。しかも今日は珍しい行き方で、徳島一回新神戸まで新幹線で行って、そっからバスだったんですよ。そう、ツアーの時とかはね、もう広島からバスでそのまま一本で行ったんですけど、今日は乗り換えで。珍しいよね。どっちがいいんやろうって感じでした。どっちがいいんやろうね。よし、新幹線使っても結局バスは乗らんといけんけんさ、新幹線一本ではいけんけん。でも乗り換えても新神戸まで1時間1時間ぐらい、1時間ちょっとでバス乗って2時間3時間ぐらいだった。うん、まんまバス移動だったら5時間とか。受験新幹線乗った方が、あ、そう、淡路島経由でそう言ったの。新幹線乗った方がね、早く、ちょっと早く着いた、早く、早、あの短めの移動距離だったかもしれんけど。内緒だけど話変えたなすぎていくときに、え、見たよ、嬉しかったマジで見た。ちなみに私も TikTok 載せました。そらはさんと踊った。こんばんは。移動がね。あ、タワーだ。あ、もりもりさん、ありがとう。待ってよ、お礼書こう。よし、頑張れ私のスマホスタンド。頑張れスマホスタンド。ほんと買わんといけん新しいの。もりもりさん、ありがとう。たま、ありがとうね。お話し会2日間。あとね、今日ね、さっきも、引用リツイートしたんですけど、引用リツイートしたんですけど、今日の駅様の様子が、オンエアされるみたいなので、ぜひ今日来れなかった方もね、行ったよって方も、見てほしいですね。嬉しいね、オンエアあるの。でもそう、カメラとか回っててね、
本番中も横に。じゃん、タワー、もりもりさんありがとう、ペンギン DJ タワーありがとう。ありがとうございました。え、ペンギン DJ じゃないのかな、勝手にペンギン DJ って呼んでるっていう名前をつけちゃった。ありがとうね、もりもりさん。体気をつけて、お仕事頑張ってね。また会おう。ありがとう、しっかり休んで、ありがとう、優しい。もりもりさんもね、ありがとう。そう、え、カメラ目線下。映ってるかわかんないけど。切り取られるかわからんけど、下、カメラ目線。え、ポカリも飲みました、持って帰ってきたよ。そう、ありがとう。明日はね、休みじゃないんです。涙涙です。あさってが休みなの。あさってがね、やっと一日休みで、だからあさってのために私は生きてる。そう、あさってを頑張り、あさっての一日休みをがすごく楽しみなの。やっと一日休み。そう、渋谷福ですね、メンバーいないんです。そう、9月、ちょっと9月忙しくなりそうで。私も出たかった。でもさ、渋谷の福フェス定期なんかあれだよね、9月13だけじゃないよね、何回かあるっぽい感じじゃないっけあれ。だからまた出れたらいいな、行きたいな渋谷福フェス。まだね、あとあるよね何回かね。そう、でも他の日程はあのどのメンバー出るか私もまだ分かんないんだけど、一旦9月13はあのメンバーって感じでした。絶対いける、仲間やお仕事頑張ろうぜ。え、頑張ろうね、本当にね、みんなもお仕事じゃろう、大変じゃろう、頑張ろう、共に頑張りましょう、乗り切りましょう。暑いからね、ただでさえ。こんばんは。昨日は隣の連からあずみ見えて勝手に釣られました。お、カロキ推しさん、ゴンガラゴンゴン。来てくれたら、じゃあ今度来てね。ここでも釣っちゃうかって。今度来てね。今度は遠くから見ずに近くまで来てください。こんばんは。
そう、姉ちゃんちょっと夏風邪ひいちゃったっぽくて。ありがとう。こんばんは。お、31日お話会一応取ったので多分参加します。え、嬉しい。多分参加ってどういうこと絶対参加してありがとうね、待ってる、嬉しい。こんばんは。あちゃん可愛かった、ありがとうこんばんは、ありがとうね。今日はね、もう髪型さん帰り道長時間だったからもうほどいちゃったんですけど、今日はねツインお団子してました。ツインでお団子してたの、こうやって二つ結びのお団子してた。もう横にまとめてもらっちゃいました。初ツインお団子。なんかさ、サマステからさ、いろいろ髪型アレンジいろんなのするけんさ、もう何しようってなって今日の髪型どうしようと思って、そう悩んで悩んだ挙句、暑いからもう全部まとめちゃおうって思ってツインのお団子してみたの。今日のフェス、今夏のフェスの中で一番楽しかった。え、ほんまに嬉しい。え、めっちゃ楽しかったね。私もベリーグッドマンさんの時横ではしゃいでたよね、最善で嬉しかった。センター最善でいっぱい声出してくれて。こんばんは、パンチャです。そう、ベリーグッドマンさん、そう、横でね、私のたちの後がベリーグッドマンさんで、ステージが、そう、横であかりんさんとかりこっちさんとかくるくるとかと大ジャンプしながら、もう叫びながら、う、歌いながら一緒に盛り上がってました。もうさ、ほんと結構イベント、外イベントが続いたじゃん、サマーステ、サマジャンで、まあ、お話会もあったけど、屋台とかでいる、結構外出たりしたりしたからさ、日焼け止め毎回全部塗ってるんだけど、もうサマステとかサマジャンは結構、いや日焼けせんようにと思って、こうやって結構頑張ってたのね、日焼け止め塗って、日焼けせんように、日焼けせんようにと思って頑張ってたけど、今日の生き様ももういいや塗ってるんよ、一応塗ってるんだけど、一応塗っとんじゃけど、もういいやってなんだ諦めちゃった。そう、しかもなんかね、ちょうどね、暑いんだけどね、曇ってはないけど、めっちゃ日差しで、日差しの点々照りって感じではなかったんですよ、そのベリーグッドマンさん見てるタイミングとか。そうだからもう日傘とかささずに、もうありのままの状態で飛び跳ねてました、外で。そう、もういいやってなっちゃった。そう、ティフもあったしね。いやー、でもさ、一旦なんだろう、夏の外の野外フェスは一旦今のところ終わったというか、落ち着いたよね。8月はもうないもんね、今のところ野外フェスないからね。あとは8月25のライブかな、 2.5 と3のブルーライブのライブ。でもあれはまあ室内なので、夏といえばフェスの夏フェスがなんか終わりに近づいてる感あって寂しいなとも思う。いつはベリーグッドウーマンベリーグッドウーマン
曇りのが紫外線、そっか、そうだよね、こちらもあんま日焼け諦めて、え、そうだよね、ありがとうね、3日間ほんと見つけたよ、真ん中にいた、日焼け諦めちゃうよね、そう、もうここまで来ちゃうと、サンオイル背中に塗ってと水着の上外しながら寝そべえたね、一段落、大胆な君の一言は雨だろい、ちゃちゃちゃ匂いがした、確かに広島ってフェス少ないかもしれん、確かに、来年フェスで水浴びたい人生、うわっいいな、私はいつか STU48 の個人のイベントで野外フェスを、野外イベントみたいなのしたい、で水鉄砲とか水ブシャーとかそういう演出も入れた野外フェスとかじゃなくて、もう野外ライブ、 ST48 の野外ライブを単独でいつかしたいなって思う、昼夜とかで、ちょっと憧れです、夏の野外、そう、え、それこれ前も話になったよね、広島だとどこでできるかねってやりたいよね、本当にやりたいんよ、いつかできたら、まあ今年はもう8月終わり、来年とか、まあ来年再来年口に出して実現させたいな、この夢って思います、楽しそうだよね、やってみたいです、やっぱり水ぶしゃやりたい、結構泡とか、確かに東京ね、まあでも言ってみよう来年再来年実現できるように口に出してみよう、バケツでお願いしますバケツでいいの勢い入れすぎじゃない、バケツって、え、大塚製薬さんにお世話、え、本当に私もう毎日お世話になってる、オロナミン C とかで、本当にね、冬にやっても嫌で、いや絶対寒いじゃん、風邪ひく風邪ひく、25日配信あるよ、うん、 DMM 配信ある、え、3日後僕隊だよね、休みはね、あさって休み、あさってが休みなの、そうだから、あさっては一日休みなので、私はもうメルちゃんに会いに行こうと思っていますもう決めてるの、だから多分あさっては配信の後ろの画面は木ですね、実家にいます、多分もうメルちゃんに会いたくって、もうめっちゃ前から決めてる、この日は、あさってはもうずっと前から一日休みでずっと空いてたの、だからこの日は絶対に実家に帰らせていただきます言ってて、マネージャーさんにもこの日は絶対に帰らせていただきます、メルちゃんに会わせていただきますって言って、そうメルちゃんに会ってきます、で元気チャージして僕隊頑張る、8月25も頑張ります、言い方意味深、ちょっとだから配信メルちゃんいるかも、え、夏バテしてどうなんだ、もう本当に会ってないの、メルちゃんに舞台の前ぐらいから会ってないからさ、メルちゃん家族にはね会ってんだけどね、全然頻繁に
あ、僕体当たった、嬉しい、待ってるね、僕体頑張ります、僕体。あ、エキ様ありがとう。え、待って、ケンケン、クマちゃんタワーありがとう。ちょっと待って、充電器取ってくるね。ありがとう。あまたるいちゃっちゃ匂いがした、どこまでも青い海。日曜日浴衣祭り、え、ありがとう、本当に嬉しかったよ、会えて。けんけん、これはサングラスクマちゃん。よいしょ、できた。じゃん、けんけん、サングラスクマちゃんタワーありがとう、ありがとうございました。ありがとね、ありがとね、日曜日来てくれて嬉しかった、けんけん認知しました。ありがとう、また話そうね、ゆっくり。よいしょ、ありがとね。え、先生よかった、あれ、え、ありがとう、本当にまた来て、いつでも待ってるね、気をつけて来てね、広島まで。ありがとう、ありがとう。こんばんは。今日真夏のサウンズグッド、今日は歌ってないよ、あのね、サマジャンで歌った、サマジャンで歌いました。いやーね、楽しかった、いやー余韻ですね、もう。楽しかったな、充実しかない5日間でした。あずみん、誰かと線香花火したんかーってしちゃった。すごい。
私が浮気しちゃったみたい。そう、線香花火しちゃいました、夜に。あれの当選確率でもすごいよね、10人でしょ、あの中から。すごいよね。こんばんは。でも私ほんと花火できなかったから、夜メンバーも花火できたんですよ。メンバー間での花火できなかったから、線香花火できて嬉しかった。お、個別写真撮影会の写真の整形待っとってって、ありがとう。え、待ってるね。個別撮影会のさ写真もね、嬉しかった。うん、あれも載せてくれてるみんな、ありがとう。密かに保存してます。個別撮影会写真撮ってくれた方、載せてる方何人かね、載せてくださってて、ちょっと保存させてもらっちゃってます。本当にね、無事これもまたいつかか。今日の会場でキャンプ場とかテントあったから、なんかね、キャンプ場なんかな、なんかあのテントは無料で貸し出しみたいな感じでした、あの場所で。だからみんなテントを奥にこう、みんなテントこうバーって並べて、その中でこう涼みながらイベント楽しんでるって感じで。こんばんは。そうそう、どうな、え、でもすごい森、山でしたね。山と森と自然いっぱいで可愛かったよね、あのテントね。でもそう、まひなさんと話したら、まひなさんもあの徳島の地元の人たちはあのみんなよく行くイベントで、まひなさんもあの昔からよく来てたんだここって言ってて、え、そうなんですねっつって。そんなね、昔からさ来てて地元の中でもすごい有名なイベントフェスにさ、アイドルになってさ立てるのってすごいよな、嬉しいよなと思って。なんだろう、自分で言うフラワーフェスティバルかなとかと思いながら。ちょっと違うけどね。でも私もあれも地元、なんかちっちゃい時から親しみのあるイベントでステージとか見たりしてて、自分のフラワーと同じ感覚かなとかと思いながら、まひなさんの話聞いてて。そう、いやでも本当にね、家族連れの方とかもいたり、いろんな方がいっぱいでしたね。嬉しい、え、絶対嬉しいよね。知ってもらうのに一回だ、え、ね、知ってもらえたら嬉しいな。なんかさ、今日さステージの上でさ、千穂さんがSTV48のこと初めて見たよって方ってやったんですよ。そしたらさ、もういつもよく見る皆さんがその最善とか結構目の前にいる皆さんが、はーいっつって手挙げてて、みんなで、お、み、嘘じゃろーってよく見とるわーってなりました。そう定番のやつ。そう前、この前昨日も来とったじゃろっつって、そう、約束のやつ。そうだよ、みんな、もうほぼみんなぐらい手挙げてた。そう、もうし、見たことある顔たちが見たことある面々が、そう、いっぱい嬉しいですね。
徳島まで今日も来てくれて。そうだよ、四国観光大使です。スミも四国観光大使です。楽しかったです。でもあれだけの人が昨日からゾウゾウ広島から移動してきたってすごい。いやそうだよね、本当にね、すごいよね、ありがたい。みんなも大変だったでしょ。だって私たちもさ、朝5時とか6時とかに起きて、6時半とかに出発して頑張って行ったけど、みんなもね、そんぐらいにだって起きて移動してるわけでしょ。昨日のお話し会からそのまま徳島来てくれた方とか、すごいよ、嬉しいですね本当に。ゆっくり休んでね。だからいつも嬉しい気持ちをみんな持ってるから。そっか、でもお盆か、お盆だね、お盆だね。アットジャムまだメンバー決まってなかった気がする。うん、出てなかった気がする。オタクの体力は愛と夢でできています。アンパンマンみたいなんか、愛と勇気が友達みたいな感じ。愛と夢でできてるのか。じゃああずみんはみんなに夢を届けます。いっぱい幸せな夢を届けます。ねえ、え、出たいな、アートジャム。うん、出演したい。9月どうなんかな。9月なんか、言えないんですけど詳しいことは言えないんですけどね、お仕事がちょっと忙しくなるのかなって感じのスケジュールをもらってて、出たいなと思うな。でもフェス、確かに9月の愛知の、え、アラモードのやつか。確かにね、タイムテーブルいつ出るんだろう。じゃあお仕事ですけど、いやまあそうなんだけど、それとはま別のお仕事ってこと。全部お仕事だよね、全部お仕事なんやけど。あ、君の調べ物語大好きから、え、いいよねあの曲ね。私もね、そうめっちゃね大好きな曲。実はさ、そうもともと歌おうと思ってた曲が他にあったんですよ。君の知らない物語、君の知らない物語は第二候補で、第一候補は他の曲だったんですよね私。でそれを歌おうと思ってて、それで確定だと思ってて、そう連絡も来てたんですけど本番直前に実は第一候補は実は歌えないっていうことに気づいてえ、第二候補岡田いけるってマジで、会場、カラオケの曲に、カラオケのブースに移動する、移動する直前にそのスタッフさんに曲名を、これもねもう私奇跡なんですけど、移動する直前に、披露する前に自分の曲名を言って
披露するっていうのを聞いて、あ、自分の曲名を覚えとかんと、覚えとかんって言うとっていうか、あ、頭の中ちょっと入れとかんといけんわと思って、え、一瞬曲をど忘れしちゃったんですよ、自分がその第一希望で歌おうと思ってた曲を。それであれ何の曲だっけと思って、目の前にいたスタッフさんにあのマジで何も思わずね、その目の前にいたスタッフさんに何だっけ何だっけと思い出しながら、ああれかと思って、その第一希望で歌いたい曲をなんとかって言ったんですよ、曲名だけを。そしたらそのスタッフさんが、え、待ってそれ歌うって急に言ってきて、え、歌いますよって言ったら、え、待ってそれね変わったんよみたいな感じで、第二希望になったんよ、嘘でしょってなって、歌えるってなって、でもそう、もともとね大好きな曲で歌おうと思ってた曲だったから、第二希望に入れてた曲だったから、ああ全然歌えますよって言って、結局あの君の知らない物語を歌いました。そう、え、ほんとそこで確認してよかった。そこでね、私がそう、そのスタッフさんの前で、そうそう、もともと歌おうと思ってた曲を、曲の曲名をなぜかポロッとなんか言ってよかった、本当に。あれ言ってなかった、奇跡だよね。そう言ってなかったらさ、もしかして私は舞台の上で、あれ私が思ってた曲と違うっていう事態が、もう、うん、起きてた。そうだから危なーと思って、奇跡でしたあれは本当に。そう、ちょっとした伝達ミスで。ちょっとした伝達ミスでね、そう、危ない出来事が起きてた。でもあの曲も、いや、歌いたくってめっちゃ悩んでの2択だったから、あの曲歌えてよかったです、本当に。君の知らない物語。よし、じゃあ団長も13位、コウスケさん、ありがとう。12位、コウジさん、ありがとう。11位、カギ37さん、ありがとう。10位、ヌッシーさん、ありがとう。9位、台湾のコウさん、ありがとう。8位、昼休みさん、ありがとう。7位、ゆずきちさん、ありがとう。6位、リオさん、ありがとう。5位、リョウさん、ありがとう。4位、とっちゃんぼやさん、ありがとう。3位、ケイセティさん、ありがとう。2位、もりもりさん、ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルル、バン、ケンケンさん、ありがとう。タマもありがとね、ありがとう。しっかり寝るね、ありがとう。みんなもゆっくり休んでね、体冷やして、熱放出させて、体の熱放出させてゆっくり休んでね。ありがとう、おやすみ。じゃあねえねえ、あずみんとおります、せーの、なーにー、ありがとう、おやすみみー、バイバーイ。